カワポンです。後期入試などで2月25日以降に受験できるところのご紹介になります。基本的に後期入試は定員が少なく倍率も高めになりますが、これらの大学の後期入試を受験される皆様は上位の大学に合格していない方がほとんどになると思いますので、受験者のレベルは一段下がります。実力があれば合格できます。出願もかなり後になりますので、一応不測の事態に備えて実施している大学だけでも知っておくと早く動けると思います。入試科目や実施している学部、学科はホームページでご確認ください。ありがとうございました。